ファイナンスの目的は何だ、企業価値の最大化である、事業だとか設備に投資する価値があるかということを考えるのがファイナンスです。じゃあウイスキーとファイナンスで何か接点があるのかというところでございますが、ウイスキービジネス初期投資が大きいです。ウイスキーの蒸留所を設立するのにいくらかかるのっていうとですね、およそ8億円から10億円かかると言われてます。そして熟成させる間は売れません。作ってもすぐ売れない。長期的な目線での投資が必要になります。そしてもう一つ、実はウイスキーの歴史を紐解くとですね、 M&A この歴史であると、ウイスキーの蒸留所とオーナーよく変わるんですよね。なぜかというと10年後の需要を予測しないといけない。しかし嗜好品ですので消費者のトレンド読み切れないですよね、というところで業績不振になりがち。なので大資本による買収や統廃合が結構頻発しておりました。ぜひですね、皆様にはウイスキーだけではなくファイナンスに関しても興味を持っていただければなと思います。